しまった。鍵がなくてどこへも行けない。鍵はどこにあるんだ。うわ、うわ、マジか。職員室じゃないか。いや、宿直室か。そうだ、宿直室には担当の先生がいるはずだ。どの先生かわからないけれど、行ってみよう。いや、多分ダメだな。ダメだな、この感じ。事情を話せばなんとかなるかも。いや、怒られるだけが。一か八かで行ってみよう。宿直室には電気がついていた。閉めた。誰かいる。ドアには鍵がかかっていた。すいません。すいません。お願いです。開けてください。返事はなかった。今見回りに行っているんだろうか。僕はこのドアを開ける鍵を持っていない。うわぁ、やっべ、覚えてない。鍵どこにあるんだ。普通に考えたら職員室ですよね。職員室だ。まず職員室に行かなければどこにも行きやしない。僕は職員室に着いた。よかった。幸い職員室の鍵は開いていた。電気も消えている。わかった。これ1回ごとに3分時間かかったね。その選択肢を選ぶと。僕は職員室に忍び込んだ。時間はないんだ。とにかくゆっくりはしてられない。どうする?いや。いや、無理だ。電話かけだって。掲示板を探す?戸棚。僕は職員室には戸棚を片っ端から探した。入っているものは書類ばかりだ。とてもアンプルのような小瓶を置いていない。よく考えるんだ。奴らが書きそうな場所。奴らが入れそうな場所。しかし、考えれば考えるほど、奴らはどこにでも隠せそうな気がしてきた。結局、戸棚にも目ぼしいものは何もなかった。どうする?鍵だ。机か。多分この選択画面では時間経たないよな。経たないでくれ。はぁ、落ち着こう。まず電話は無理。だからじゃあ机を探す。掲示板。掲示板には、やった。鍵の束だ。そうか。鍵の束はここにかけてあったんだ。この鍵がなければ大事なところには入れない。この時間は大抵の部屋に鍵がかかっているからな。よかった。これをぜひ持っていかなければ。僕は掲示板にかかっていた鍵の束を拝借した。掲示板には他に参考になるものはなかった。どうする?よかった。いや、行こう。早く行こうぜ。どこへ行く?宿直室、多分。意味ないけど、ちょっと開けてみようか。僕は宿直室まで来た。相変わらず鍵をかかったままだ。中には光光と電気がついているのに。どうする?入ってみるか?それとも他へ行くか?開けましょう。うわぁ、これ3分ずつかかるの。僕は職員室から持ってきた鍵の束でドアを開けた。テレビがついていた。先生は僕に背を向けてテレビを見ていた。え?ちょっと待って。怖えな、一番選ぶの。よく見てからだ。変だ。中に先生がいるのに返事がないなんて。そうだ。もしや何かあったのでは。僕は思わず部屋を見ました。この部屋に隠れるようなところはない。僕はもう一度声をかけた。先生?だがやっぱり返事は返ってこなかった。僕は駆け寄り先生の肩に手を置いた。すると、先生はそのままぐったりと倒れた。やっぱりか。先生の喉は、心一文字に、かすさばかれていた。死んでる。なんだ?死ね。突然声がした。うわ!振り向くとドアから心臓が襲いかかってきた。手にはナイフを持っている。うわ!間一発避けた。ナイフが僕の方をかすめる。やべえ!お前が先生を殺したのか?ああ、邪魔だったからな。こいつ、人を殺して何とも思わないのか?このままで時間だけが過ぎていく。どうする?いや、無理だ。謝ったとか多分。いや、逃げたってここは、
狭い縮尺室だから逃げるところなんてないだろ。謝る、無理だ。シードさんに謝ったら多分通じない。あの話の流れから。飛び込んで。一か八か。僕は思い切って懐に飛び込んだ。振動の腹に頭からぶち当たる。よろめいた振動のナイフを取り落とした。今だ。僕は振動を突き倒し馬乗りになった。うわっ。あいつの落としたナイフをすぐに取ると、それを奴の喉元に押し付けた。振動が震えている。そしておとなしくなった。僕の隙を伺っているのか、それとも諦めたの。坂上くん、どうする。いや、わっと これどれも怖いわ。もっとナイフをぶつける。なんだろう、爪が甘いよ、坂上くんみたいな感じ。起き上がられたら怖いしな。どうして殺そうとしてるのか。こんなこと聞いても多分、刺激性があるから多分無理だろう。話になんないと思う。いやでも理由くらい知りたいかと思うけど。アンプルがどこにあるのか聞く。いや、俺しかわからないって言ってましたよね。でもそれが本当かどうか、もしかして新藤さんも知ってるとか。逃がしてやる。いや、危ないな。縛っておきましょう。僕はテレビのコードを引き抜いた。押さえつけた振動を後ろ手に縛り上げる。やめろ、離せ。こんな奴殺す気も起きない。僕は振動を縛り上げると、転がっている先生の靴下を脱がし、それを振動の口に押し込んだ。そして振動の方を引っ叩いた。坂上くん、やるときはやる男だな。うるさい。お前にはそれで十分だ。後で警察に突き出してやる。この人殺しめ。僕は振動に猿靴を押し、柱に縛り付けた。そして振動が持っていたナイフを持っていくことにした。はぁ、ナイフを手に入れた。多分、それ以外を選んだら、坂上くん死んでたと思う。俺。これ初めて見た。流しを調べる。いや。押し入れを調べる。いや、多分時間の無駄じゃないかな。場所を変えよう。アンプルのあれ場所って俺大体そこだけ覚えてるんですよね。で、まず美術室に行こう。保健室。アンプル。ちょっと寄ってみようかな。いや、まず、美術室に。体育館、休校舎、職員室、宿直室。